プラタイアの戦いは、クセルクセス一世への遠征後の紀元前479年8月、ペルシア残存勢力とペルシア側についたギリシアのショポリスに対して、スパルタ、コリントス、アテナイなどのギリシア連合軍が出撃し、これを撃退した戦いである。右翼についたスパルタ軍だけで大半のペルシア兵を打ち取り、それが直接的な勝因につながった。 サラミスの海戦によって、ペルシア軍は大損害を被ったが、まだ戦争を続行できるだけの戦力はあった。しかし、サラミスでの大敗に失望した、クセルクセス一世は、将軍、マルドニオスに30万のペルシア陸軍の全式権を委ねて帰国してしまった。マルドニオスはその年は、一旦、テスタリア地方へと交代し、兵糧の収穫を終えると、 翌年の紀元前479年に再びギリシア征服を開始した。アテナイは再びサラミスに疎開し、ペルシア軍はアッティカに進軍してこの地を征服した。アテナイはギリシア各地に救援を要請し、ペルシアとの陸上決戦を呼びかけた。無論、スパルタもアテナイからの救援要請を受けていたが、当時スパルタの指揮権を握っていた王族パウサニアスはアテナイに向けて、 援軍を送るか迷っていた。スパルタ国内の膨大な奴隷たちが、ペルシア戦争に乗じて不穏な気配を漂わせていた、ため、遠征中の奴隷反乱を恐れたのである。パウサニアスは信託を伺い、神々にその決定を委ねることにした。その時の信託は、レオーニダスの仇を撃てというものであった。これを聞いたパウサニアスは、援軍を送ることを決意し、指揮下のスパルタ軍と共に、 アテナイの援護へと向かった。ペルシア将軍マルドニオスはマケドニアのアレクサンドロス一世を通じて避難しているアテナイ人に対して和平交渉を申し入れたが拒否された。ギリシア連合軍は当初アッティカ地方のトリア平原で決戦を行う予定だったが、ペルシア軍はアテナイを破壊すると定売のあるボイオテア地方に交代したため、 ギリシア連合軍はこれを覆う形となった。パウサニアス指揮下のスパルタ軍は、コリントス付近で、ペロポネソス半島のショポリスの軍を待ち、ついでエレウシスで、アテナイ軍と合流した。ギリシア連合軍はここから北上し、ペルシア軍の騎兵を警戒して、北イロン山麓に布陣し、ペルシア軍に退治した。重層不評軽層不評ギリシア連合軍が、 北イロン山麓から動こうとしなかったため、マルドニオスは、騎兵の展開できる平原まで彼らをおびき出そうと、挑発の意味も兼ねて、騎兵部隊を送り込んだ。マルドニオスの命を受けたマシスティオス率いる騎兵部隊は、ペルシアの先遣隊として、キリシア軍に突撃し、損害を与えた。この攻撃にさらされたメガラ軍は、救援を要請し、救兵を伴った。 アテナイの精鋭部隊が急行して、まず司令官マシスティオスを撃ち取った。ペルシア騎兵は彼の死体を回収すべくギリシア軍に向かって突撃を繰り返したがギリシアの増援によってこれを果たせずマルドニオスの陣に撤退した。これによって戦意高揚したギリシア軍はプラタイアに降った。両軍はそのまま10日間退治したままだったが、11日目に マルドニオスが、騎兵部隊に突撃を指示し、ギリシアの救水地であるガルガピアの泉を蹂躙し、水と補給路を脅かされたギリシア軍は、夜半のうちに交代を余儀なくされた。しかし、スパルタ軍は、夜のうちに撤退することは逃亡と同じで、不名誉なことだとして、後退を拒否し、結局スパルタが後退し始めたのは、日が昇ってからであった。 左翼にスパルタ軍の孤立を危惧したアテナイ軍とメガラ軍がまだプラタイアに布陣していたものの中央のタポリス軍は交代が完了してしまっており戦場は右翼のスパルタとテゲア左翼のアテナイとメガラだけとなっていたスパルタ軍の撤退を見たマルドニオスは敵が恐れて逃げ出したと錯覚し全軍に追撃命令を下したこうしてプラタイアの戦いの幕が切って落とされた ペルシア全軍はスパルタ軍にギリシア洋兵軍はアテナイ軍に突撃した。マルドニオースの主力部隊であるペルシア軍が一斉にスパルタ軍に襲いかかった。しかしマルドニオースの追撃命令は急であったため戦列は乱れており攻撃も散発的であった。ギリシア洋兵軍を除くペルシア全軍が スパルタ軍に矢玉を集中的にかけていることを確認したパウサニアスは、すぐさま左翼のアテナイに応援の要請を出し、自身はこの戦いにおける吉祥を占った。一度目の占いでは、京都出たため、スパルタ軍に応戦するのを禁じ、再び吉祥を占った。スパルタ軍は、この間防戦一方であったが、敵の乱れた戦列のおかげで死傷者は、数名程度に止まった。 一方、アテナイはスパルタの要請を聞き、ペルシア軍に包囲されつつあったスパルタ軍へと急行しようとした。しかし、敵右翼に配置されていたギリシア傭兵軍がアテナイ軍へと突撃し、アテナイ軍はギリシア傭兵軍と交戦せざるを得なくなり、スパルタへ応援に向かうことは不可能となった。パウサニアスは二度目の占いで、ついに基地を得ることができた。この瞬間に、 スパルタ全軍に攻撃命令を下し、それを聞いたスパルタ軍は瞬時に隊列を整えておたけびを上げた。今まで無抵抗だったスパルタ軍が一斉に隊列を組んで方向したことでペルシア軍は混乱し、浮き足だった。スパルタ軍は一転して猛攻撃し始め、装備と連動で劣るペルシア軍はまるで歯が立たずスパルタ軍に蹂躙された。それでも、 はるかに数で勝るペルシア軍はその重圧でスパルタ軍を潰そうと休みなく押し寄せ、スパルタの長い槍を掴んではへし折って無力化しようとした。スパルタ軍は槍が折れたら探検を引き抜いてペルシア軍に立ち向かった。戦闘は熾烈を極め長きにわたったが、スパルタ軍は数の差をものともせずにペルシア軍を押し返した。 マルドニオスは1000名の新兵隊と共に戦場で指揮を取っていたが、スパルタ系総不評の放ったつぶてによって命を落とした。指揮官を失ったペルシア軍はますます劣勢となり、ついには敗走した。交代したショポリス連合軍は戦争に参加すらせず、アテナイは依然としてギリシア傭兵部隊に足止めされていた。結果として三十万と伝えられるペルシア全軍を それに比べればはるかに少数のスパルタ軍だけで打ち破るというすさまじい海戦となった。また、ペルシア将軍を打ち取ることによって、新宅で告げられたレオーニダスの復讐は果たされた。敗走したペルシア軍は後方に気づいていた野営地に逃げ込み、そこで牢情戦をすることになった。この野営地には城壁が設けられており、後為戦を得意としないスパルタ軍は苦戦していた。 そこにギリシア洋兵部隊を下してアテナイ軍が合流し、不屈の精神で城壁を乗り越えて突入した。これを糸口にしてスパルタ軍もなだれ込み、ペルシアの野営地を攻略することに成功した。生き残ったわずかなペルシア兵は定培へと逃げ込んだ。プラタイアの戦いはスパルタアテナイ軍の圧勝であった。この戦いでペルシア軍は20万名以上が戦死した。 一方、スパルタ軍の戦死者は91名、アテナイ軍は52名だけであったという。プルタルコスは、ギリシア側も1000名ほどの戦死者が出たとしているが、それにしても、大勝利であることに変わりはない。スパルタ軍は、テルモピライの戦いで打ち死にした、レオニダスの復讐を果たすことができたのであった。この後、テイバイは、ギリシア連合軍に攻略され、ギリシア本土から、 ペルシア勢力の影響は一掃された。この敗戦によってペルシアによるギリシア本土の侵略は失敗に終わり、反乱の失敗によってペルシアに従属していたイオニア諸都市の独立に重大な影響を与えた。ありがとうございます。